岸本に戻します。前が空いたクーリー、またウォーキングがついている。ここは問題なく決めていきますクーリーです。高橋ジャンパーは落ちます。そしてオフェンスリバウンドギデンズ、ギデンズがディフェンスにつく。ディープスリーはギャー決めた。これですね、これですよ。さあまた狙ってくるか岸本。今度はパスを選択したダーラム、決めます。もうゾーンです、ね、あ、そうですね、はい、さっきはここから今村がスリーでしたが、今度は岸本、バー決まった。ダーラムが前が空いた。クーリーオフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイント、これでダーラムも10得点。あ、これも狙っていた今村、そしてダーラム。フリッピン、あ、これあうまいですね。今日最初の得点です。フリッピン返しました、ね、リバースレイアップ、ただ決められない。ダンカン、ダンカン、ギデンズのファウル、そしてエンドワン。ラベナリバースで持っていった。ラベナの積極性今日やっぱり効いてますね。そうですね、よく言えば先ほどのねちょっと決めてほしかったですけどね。ここは本当に金丸選手シュート打てないですからね。スリーはオクイン決めた。オフェンスリバウンドを取りました。セカンドチャンスをものにしました。あ、分からなくなってきました。浜松アリーナのブースターボルテージも上がってきた。いや、これはうまい。どうさせるかというところですね。日本代表に選ばれた細川がその輝きを見せるか。オクインがスリーを狙った。いや、来ました、同点。あ、狙っていた、これは大きい。さあショットクロックは残り10秒、試合時間は残り33秒です。コーナー3は、あー決める。ここで決めれる。3円最後の最後まで粘りに粘りましたが、やはり勝負強かったのは琉球。